足のお悩み相談室ウォーキング専門店フラット仙台東口店の佐伯でございます、えー、本日は昨日ですね売れた靴のご紹介をしたいと思います、えー、昨日はですね病院の先生からご紹介されてきまして、えー、巻き爪の治療をしてたんですけれどもその他に外反母趾内反症子があるということで病院の先生からフラットさんで靴と中敷きを見てもらいなさいということで、えー、ご来店いただきました えー、足形をですねそのほかにえーまあ、ちょっと気になるところはタコ魚目、えー、あとは巻き爪ということで、えー、まあ巻き爪治療している方はやはり外反母趾とかタコ魚目がやっぱり付属してというか、えー、なっている方多いんですけれども足形を取るとですね、えー、こんな感じの。 足型になってました。えー、まあ、小指の方が写ってなくて、親指の方に写ってる。あとはちょっと黒いまだら模様があります。えっ、ー、とこちらが逆の足ですねで。こちらも小指の方写ってなくてえ、まだらになってるっていう感じですね。こういうところ、えー、履いてるですね。靴を見ました。ところ、えー、まあ、ちょっと大きめの靴。 で足の靴,靴がですねちょっとピーナッツ型みたいになって頭の方が大きいんですねでお客様の足型はそんな頭が大きい足型じゃなくてヒューッという,う細い足型なんだったんですね、えー、細い方が足ピーナッツ型の前がこう大きい靴を履くともちろん前足の方が大きいので靴はぶつからなくて痛いんですけれどもやっぱり靴の 足の形が合ってない合ってないので足がこうずれるんですねそうすると外反母趾になりやすかったり豆タコになりやすかったりあとはどっちかっていうと歩き方を見るとこうパタパタ歩きになるんでピタッと合ってないとしっかりと足にこう靴がくっついてローリングしないんですねパタパタ歩きになると膝と腰の負担も増えてきますので、えー、ぴったりとした靴この靴をおすすめしまして。 はこのインソールですね、タコ豆用のインソールを作成していただきました、えーまあ、非常に、えー、タコマ豆の方も楽になったって喜んでおりましたので、えー、ぜひ皆様もですね、あのー、そういうお悩みございましたら、えー、ご相談だけでも構いませんので、えー、ご来店いただければと思います皆様のご来店をお待ちしております